ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。説明や解説が必要なら私に任せてください。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。私が来てもよか。これ巫女さんの格好だよ。え、コスプレ？違うってば。れっきとしたアルバイト。
怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。浦和花子です。これからいろいろとよろしくお願いしますね。はい、それはもういろいろと。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。全ての出会いは必然。これからどうぞよろしくお願いします、先生。